監督。どうも。お疲れ様です。お疲れ様、お疲れ様。すいません、ちょっといいですか、インタビュー。痩せた？ちょっと。あ、ちょっと気にしてて、こう健康のこと。あ、そういうことなの。そうなんですよ。飲んでる最近は。いや、あんまり飲むなくて。あ、そう。はい。また宮崎で今度またな。あ、行きましょう。どうしたどうした。ちょっといいですか。はいはい。ちょっと来年のあのメンバーの、はいはい、構想をちょっと、聞きたいんですけれども。来年の構想。はい。どんなメンバーで行きます。あのね、はい、レギュラー陣ね。はい。白紙。え？うん、白紙。もう去年レギュラーで出たやつももうポジション確約されてない、全員白紙だね。だって去年ホームラン王だった松間選手とか、うん、松間も白紙だ。あ、全員横並び一斉スタート。そうなんですか。全然時間差がないです。はい、みんなで一斉スタートだな、キャンプで。だって最多勝だったピッチャーとかも、あ、もう先発ローテーションも白紙。全部白紙だ。白紙全員横並びスタート。全部白紙なんですね。うん、そうだ。繰り上げスタートなんてことはないよ。あ、そうなんですね。箱根見てた。あ、箱根はちょっと見てないですけど。あ、そう、強かったね、青学が。コーチ陣とかどうですかさ、結構コーチ陣もまあ今新しく入ったじゃないですか。まあね、新しくね、新首脳陣発表されましたけれども、全員白紙。白紙。うん、まあ、投資コーチとしてこう呼ばれた人も何コーチになるかは分かりません。全部白紙だね。あ、そうなんですね。もし一応結果なかったら2軍と交換なんてあるよ。あ、そうなんですね。1軍投資コーチが2軍守備走塁コーチになったりする可能性だってあるよ。それはもちろんそうだ。あれ、来年のスローガン。スローガン何でしたっけ。白紙2024だな。白紙2024、全てを白紙だ。白紙白紙で、うん、ユニフォームは白紙プライド2024だな。あ、スローガンですか。うん、そうだそうだ。白紙プライド、うん、白紙のプライドを持ってるからこっちは。ユニフォームは、うん、ユニフォームは白だな。白、うん、もう白紙の白。真っ白ってことですか。ビジターも白だ。練習着みたいな。夏のお祭りの時も白。はー、観客にプレゼントするやつも全部白。あ、これ球場白紙だからな。球場とかって、うん、なんか変えたりみたいな。あ、もう白紙。どこでやるか全く分からない。え、まだまだここから紅白戦やって、キャンプやって紅白戦やってオープン戦やってようやくだよ、そこで。そこでようやく全部が決まってくるからね。あれ、何日に開幕日決まってますよね、うん、全部白紙だ。え、うん、いや、開幕東京ドームどうなるか分からない。決まってますよ。分からないから、いろんなミュージシャンがしのぎを削って東京ドームでやりたいやりたいってみんな言うから。もう1年ぐらい決まってますよ。もう全部白紙だ。そうなんすね。キャンプ終わってオープン戦終わってから全部が決まるから。あ、そこまで見といてください。まあ、よろしくお願いいたします。目標優勝ということで。また宮崎で。はい、ありがとうございました。